どうだ、アバロンサーバーに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか？全然ダメ。決定的な情報は流れてこないわ。デジタルウェーブに関係するデータはかなり頻繁にやり取りされてるみたいだけど。デジタルウェーブ？ああ、それを使って大規模なプロジェクトが進行中らしい。スエドーって研究者が中心になってかなり本格的に調べてるみたいだな。詳細データはかなり奥深くに潜らないと無理だ。あとは気長に待つしかないわ。忙しいのか、仕事？ここのところあちこちでネットワークシステムの不具合が頻発してる。調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングでもない。ひょっとするとそれもデジタルウェーブ異常ってやつの影響かも。そういや、秋葉原でも例の怪現象が起こったんで。なんか東京全体が変な感じだよな。いつも以上にどんよりしてるっつうか、ざわざわしてるっつうか。俺だ。ああ、わかった。ザクソンか？ああ、これからデモンズに仕掛けるそうだ。余計な手立ちはするな、だと。すべて自分たちの手で型をつけるそうだ。あらら、ヤッコさん本気だね。地味犬も災難だこと。あいつはどうした？さあ、今日はまだ見てないぜ。エリカ、あいつを見たか？さあ、あいつはどこだ？何をやっている？緊張してるの？謎のハッカー K に会いに行くんでしょ。エリカが心配だからついて行けって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな。無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ、リュウジが来たよ。エリカに聞いたぞ。これ以上Kに関わるな。奴の狙いが何であれ、デモンズはザクソンに潰される。放っておけ。毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが。行くなら二人でだ。結局人間も二人になっちゃったね。心配するな。俺は姿を隠してついていく。お前もそいつの端末の中に入ってろ。はーい。いいか、深追いはするなよ。
ジニー剣のことさ。力で観客を集めて偽りの賛美に酔っている。そうだ、私が K だ。会えて嬉しいよ。いきなり本題かい。会話を楽しむ余裕は今の君にはないようだ。私の目的、それを話すのは一つ問いたい。君、やつを見てみる。エデンでのやつはステージ上で輝くロックスター。だが現実世界のやつに臆病で器用な人。果たしてどちらのやつが本物だと思う？仮想世界での出来事はリアルではない。長いものだと人は言う。だが今や人はほとんどの時間をこのエデンで過ごす。エデンで行き交う情報が生活の大半を占めている。それならこの仮想世界への姿の方が人々にとってのリアルなのではないのか。理想の姿を手に入れようとする行為は間違いだろうか。やっていることがどれだけ滑稽であれ、エデンで手に入れた力は現実にも影響を及ぼすのだ。あのピエロはそのいい例だ。少々爪が甘いわね。ザクソン以外にもジミー・ケンを狙うハッカーがいたようだ。奴は自分の手足に操り糸が巻きついていることに気がついていない。道化師はそろそろ退場の時間だ。いや、やつは区別さ。デモンズの真のトップは私だよ。彼はいい看板だったんだね。表舞台の仕事は彼に任せていたんだ。だがこれからは違う。これからは私がデモンズを、全てのハッカーを率いていく。今エデンのハッカーたちは混迷している。あまたの正義、あまたの価値観の中で何を選べばいいのかわからなくなっている。私がそんなハッカーたちを導いてみせる。
デモンズを掌握し、ザクソンを屈服させ、エデンに存在する全てのチームを統合し、私の正体を問うため、その言葉、そっくりそのまま君に返す。君は、いや、君は本当に君か。一度も疑問に思ったことはないのか。借り物のアバターで、借り物のアカウントで、データ化され、改ざんが可能になったこの仮想世界で、どうして自分が自分だと確信できる。現実世界でさえ、水槽の中の脳である可能性がある私たちの意識は、エデンのシステムの普及によって、より曖昧なものになってしまった。大勢が何の疑問もなく行っている記憶のデータ化は、実は人の意識の根幹を揺るがす可能性すらあるのだ。よく考えてみたまえ、エデンへ。君は本当に君であり得ているのか。エデンでこうあろうとしている姿と、現実の姿、どちらが真に自分なのかと。そいつのヨタ話に耳を貸すんじゃねえ。リュウジ、出てきちゃダメだって。ごめん、私も出てきちゃった。黙って聞いてりゃグダグダ。そいつのメンツのために様子を見ていようと思ったが、ここいらが我慢の限界だ。煙に巻いた言い回しばかりしているが、要はデモンズの黒幕がてめえだったってだけの話だろ。悪事を別の奴に押し付けておいて自分がハッカーを導く？ふん、聞いて呆れる。こいつを付け狙う理由は何だ。悪事をしてもらう。彼が心配でわざわざついてきたんだ。ご立派リーダーじゃないか。だが君は私に説教なんてできる身分だ。さて、話はここまでだ。約束を唱えて邪魔者を連れてきた報いは受けてもらおうか。自分が一体何者か、よく考えておくことだ。気が向いたらまた犯人の情報を送ろう。追うのは後だ。来るぞ。ハック開始だ。
様。あ、その目はひょっとしてまた私が戦闘に参加しなかったことを責めてる？言ったでしょ、サポートしかできないって。それにあんな大きなデジモンとバトルをすることを考えるだけで膝が震えちゃうだもん。妙なことをする野郎だ。気づかなかったか、あいつがしていたことに。やつ、うん、デジモンでのバトルはハッカーが同じエリアからデジモンに命令して戦わせるもの。それなのにあいつはこの場にいないのにデジモンに命令していた。 K はそこらにいるハッカーとは違う。リュウジが言いたいのはそういうことでしょ。バトルはともかく理解力はこいつのが上だな。そうでしょそうでしょ。これで分かったな。これ以上奴には関わるな。奴の正体が何者か知らないが、得体が知れない。深入りは危険だ。それに私も終わったようだな。帰るぞ。お兄ちゃんにバラしちゃってごめん。言うつもりはなかったんだけど、昔から隠し事をしてもすぐ見抜かれちゃうの。聞いてたよ、ケイトの会話。ワームモンと通信つないで全部見てた。まさかとは思うけど、あいつの言ったこと気にしてるわけじゃないよね。あんなの君を混乱させるために言っていただけだよ、正真正銘。そんなのこっちと向こうの両方で会えばわかることだもん。何より精神データはエデンの最も重要な構成要素であり個人財産だよ。不正にアクセスされないように最高難易度のセキュリティが設定されてるんだから。人の精神データにアクセスすることはお兄ちゃんレジェンド級のハッカーでさえできないことなんだよ。そりゃ以前のアカウントの君とは会ったことがないから、その時点で別人に入れ替わっていたら私にだってわからないけど、別人じゃないよね。別人なの？騙した？ああ、殴ったらまた壊れる？安心して、この間直した時パーツ強化したから。なんちゃって、お返し。you